プラオレやっていきましょう。今回はランクマッチイベントオータム杯前半戦ですね、こちらが開催されています。こちらも前後半形式ですね。あ、今回は陽光オーダーの方ですね、みたいです。そして今回の配布カードの紹介、こちらです。あれ、これオータム杯って書いてあるから馬娘とか別に意識してるわけではないですよね。で、まあ、前回のケースもあるので、このサイン付きのカードは全て集めておいた方が良さそうですよ。特攻に加わるケースもあるみたいです。で、属性別のピックアップも開催されています。では限定プレミアムガチャピックアップですね、見ていきましょう。今回は、あ、おにぎり作ってますね、エマちゃんです。なんか手つきが慣れない感じになってるけど、こういう感じも可愛いですね。で、もともといるキャラクターのピックアップも入るみたいですね。ジュリちゃんですね。こちらはまだ他社と違って石の値上げなんかはされてないみたいですね。ではいつもの B セットいきましょう。追加完了です。この優勝の石も結構溜まってきましたよ。ではではガチャを引いていきましょう。あ、借りましたね。どうでしょう、3つ走ったと、あ、これ来たでしょう。さあどう、やったぜ、ピックアップ当たりました、ありがとうございます。エマちゃんです。結果はこのような感じに、こちらですね、無事エマちゃん手に入れました、ありがとうございます。スキルはオフェンス時にテクニックが 18% アップするってやつですね。あとオフェンス成功時に、15秒間味方のフォワードのシュート 7% アップってやつですね。これも結構強力ですね。では本題、イベントをやっていきましょう。第11回ランクマッチオータム杯ですね、やっていきましょう。こちらです。今回は陽光オーダーが発令されています。特定の固定メンバーを連れていきましょう。今回の固定メンバーはこちらです。ジュリちゃん、モナちゃん、セイコさんの、サチエちゃんの、エマちゃんですね、この6名になってます。前半戦は3万ポイント。結構きついかもしれない。ガンガン回していきましょうね。では、せっかくなので、進化シーンなんかもお見せしましょう。確かアイテムが余っていたはず。これですね。UR の進化素材が、これですね。余ってましたね。1枚獲得しておきましょう。あ、2枚分ありましたね。獲得しておきましょう。ではでは、こちらですね。この顔が似てますけどね、こっちですね、新しい方ですね。では進化していきましょう。何気にこれサイン付きのメンバーも限定突破できるんですね。これも試してみたいですね。でも今回はエマちゃん行きましょう。ではでは進化シーン行きましょう。お月見っぽいシチュエーションなんですね。なんかおにぎりが微妙にでかい気がするんだけど、この辺は気にしないようにしましょう。よし、いいですね、素晴らしいですね。よし、メンバーはこの感じでいいですね、全部入ってますね。で、チーム総合力はめっちゃ強いですね。もう30万近いです、この感じになってます。これで戦っていきましょう。よし、決められるかな。さて、行こうか。おいしゃ。お、初回からですね、使ってみましょう。うん、任せて。オフェンスにテクニックが 11% アップっていうスキルですね。よし、
使ってみましょう。エマちゃんのスキルですね。こちらもオフェンス時のテクニックアップスキルですね。使ってみましょう。はい。オフェンス時にテクニックが上がるスキルは体感的にシュート時にシュートスキルを使わなくてもガンガン打ち込めるという印象です。これも相乗効果みたいな感じなんですかね。ではでは皆様、こちらも3万ポイントまでですね。前半戦結構きっついですよ。回していきましょう。期間あるんで注意です。ランクアップの報酬はこれも結構きつめでしたよね。よし、今回はこんな感じでした。